ゴリエ沖縄ゴリエ、すごいことになりました。どうしよう、皆さん、宮迫さんがコラボしようということで15年ぶりにゴリエ復活したじゃないですか。で、今のところ260万再生ぐらいですか。はい。もうこのチャンネルではこんな数字は初めてです。まずはありがとうございます。でですよ、皆さん、例えばじゃあ20万登録者がいったりとか、そういう記念の節目にじゃあペコリナイトとかミッキー踊ろうかっていう企画も今徐々に動いていますけれども、その前にゴリエで大きな話が来ちゃいました。え、なんですか。近くに行きますね。ゴリエ CM 決まりました。あ、すごい。すごくないですか。 CM ですよ、ゴリエで。どうするよ。4月の中旬ぐらいから CM は流れるみたいですね。ゴリエとしての CM は2つ目です。こんなことある。いやいや、僕らも急遽呼ばれてびっくりですよ、本当に。え、ゴリエちゃんお一人で出演ですか。うん、川田も一緒。あ、じゃあガレッジセールで。そう、だから番内では川ちゃんのことが大好きなゴリエっていう設定ですけども、ゴリエの旦那さんの川田っていう設定でやるそうです。まあでも湾内の最後は川ちゃんとゴリエは結婚して終わりましたから、まあ今夫婦やっててもおかしくはないんです。自然な流れ。僕が知ってるのはもうむちゃくちゃされてる感じしか記憶ないですけど。本当に川ちゃんの扱いひどかったよ。まあ幸せに結婚生活が続いてたって考えると、なんか物語のある CM なのかなって思いますよね。どうするよ、落ち武者とかで連ドラとか来たら。タイガ、タイガタイガ、落ち武者のタイガ。ごめんなさい、来ないっす。来ない来ないかな。フランス映画のオファーでオンディーヌ来ない。いやオンディーヌフランス語来ない。フランス革命の映画でオンディーヌ来ない。はい、いや、わかんないですね。マジか、またこうなるとはな。は、あの視聴者の方々の思いを思っていますけど、はい、まずゴリエちゃんになってもらっていいですか。もっと喋りたいんだけど、ね、一切アルコホール入ってないけど喋りたいけど、アルコホールはなし。今朝8時なんで。まあね、もうカメラの奥ではメイクのミヤちゃんが準備 OK みたいだから、またゴリエなる。皆さん、またゴリエになった方がいいですよね。了解。それではゴリエに変身。じゃじゃーん。このチャンネルでは二度目まして、ゴリエと申します。ペコリー、またこんな日が来るな。人生って面白いわね。のゴリエちゃんの、あの覚えてます、その口癖の。ペコリ、喜び、ジャロガござるよ、好きにして。返事といろいろあるけど、うん、ウィ忘れてたわ。だからそこら辺を CM のクライアントさんがどれだけ取り入れてもらえるか、一応グイグイ押してみようかと。ゴリエ用語、そうです。でもね、セリフ決まってますって言われたらもう素直に従うわ。本当にあの復活動画を見ていただいたおかげで CM まで決まりました。本当に喜びですけれども、感謝の気持ちペコリでございます。やはりまだゴリエが復活したっていうのは260万人の方しか知りませんが、 CM になると全国にありますので、湾内世代だった人たちは懐かしいって思ってくれると思います。そう思ってくれたら頑張りがいがあるかなと思ってますので、今日一日一生懸命大事なものを股間に挟みながら
頑張っていきたいと思います。はい、もう下行っていいかしら。じゃあ CM お楽しみに。それでは総合演出、絶対にカメラ回ってる時はゴリエのままでいてくださいもしあのカメラが止まった瞬間に急に低い声に変わったらそこは聞いてないかもしれない。アクション。ちょっとここの口コミ評判良くない？すごい動きですね。いいですね、いいですね。おはよう。おはようございます。おはよう。おはようございます。ゴリエちゃんと CM 決まってますけど。俺ね、まだドッキリじゃないかなと思う。何か俺、今探してんだけどね。でも今、打ち合わせしたら、マジっぽいね。すっごい攻めてるよね。ね。攻めてますね。すごいよね。ほら、今が安いんだよ。よかったです。加藤、これのご連中カメラ目線いただいていいですか。今が安いんでござるよ。カット加藤、今が安いんじゃろかーい。カット加藤お疲れ様です。ご連だよ。あれ今なんで急に回すの。今、ゴリさんの顔してませんでした。してないわよ。50手前じゃないからね。ゴリエは永遠の 18.5。 10.5 って何ですか。靴のサイズみたいでしょ。あのね、はい、自分と置き換えたの。トンネルズさんが仮面乗りだとかやってくれたりとかしたら嬉しいだろうなとか。好きだった世代は、だからその好きだった世代が喜んでくれてると思ったらいいなって本当にしみじみ思っただけ。ごめん、真面目な話して。あと、すみません、ゴリちゃん、前、ゴリさんがコメントでダンスを募集、コメントしたんですけど、めちゃくちゃコメント来てて、うん、でも一番多いのが、ちょっと集計がちょっとまだすみません、スタッフできてなくて。まだ今集計中です。ミッキーかペコリナイト、どっち踊るか。はい。まだ結構時間あったよ。集計はしてるんですけど、うん、もうダントツで、ダントツで。どっち。両方です。ん、差がついてないってこと。いやいや、一番多いのは両方踊ってくださいです。無理。一個だけでも本当大変だと思う。まず覚えてないし、多分本当に練習だいぶかかるよ。4年。4年かかるよ。じゃあまずどっちか踊ってって感じですね。今なんか含んだね。どっちか踊って、その後もう一個のどっちかですねに聞こえたけど、気のせいかな。はい、気のせいです。まあどっちかっていうか、そうですね、どっちか踊ってから。からって何。からがおかしい。どっちか踊ろうでしょ。この回を見ていただいて、ゴリエちゃんにミッキー踊ってほしいのか、ペコリナイトを踊ってほしいのか、また書き込んでくれる人たくさんいると思います。ありがとうございます。それで本当に多かった方を一生懸命練習して踊ります。それだけは約束します。コンコンコン。コンコン。大村コン。今ああやって勝った。勝った。そうですね、勢いとしてはそこまで。後半戦よ。帰ります僕たち。すいません。え、帰るの。はい、ちょっと次あって。すいません。なんで次だよ。いやこれ急遽言われたんで。 CM させて続くの。あの本番楽しみにしてます。シッ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 。はい、よろしくお願いします。お願いします。